ウィニー。ウィニー殿、お久しぶりです。え、どうして急にあの鬼を退治する気になったのかしら。昨日今日の思いつきではなく。おうよ、何年も前から戦自宅はしてんだよ。ここ数日は雨が降らず森は乾いている。加えて今日は風もない。火を用いてあの鬼めを焼き殺すには絶好の機会。手伝え魔女。条件が一つ。なんで私こんなことに参加させられてるのよ。ねえウィニー、私たちさ。おい、仕事中だ、邪魔すんじゃねえよ。仕事って、あの煙みたいのを消してるのが。おうよ、あれは封印だ。森の奥で眠ってる鬼に近づけねえようにしてんだよ。眠ってるなら放っておけばいいじゃない。すぐ隣の王国が先日鬼に滅ぼされた。え、しかも一夜のうちにだ。そんな危険なものをよ、ほっとくわけにはいかねえだろうが。里には女子供や年寄りも嫌がんだ。そいつらを安心させてやるのが頭でもある俺の務めだ。あんたっていいやつなんだ。え、見た目も態度も凶暴なんだもん。悪いやつかと思ってた。ごめんね。うるせえよ。